頑張れよ。頑張れたね。頑張れたね。ということで、本日2本目と言いたいところなんですが、一気に3本飲み比べをしたいと思います。ただ、おチョコは買えないので、そこは考えてください。どれから行こう？癖がないやつから。これ、この見た目からしてすごい豪華な月桂冠の氷、普通の日本酒の豪華なバージョン。すごい豪華。もうどうやって開けるかが。めっちゃします。その量入れちゃったから。ゆっくり飲んでます。無駄に長くしようと。実は明日運動会がある。あ、でもこのぐらいは全然。
めちゃめちゃ甘いです。え、酸っぱい。あのそう、甘みに酸っぱいけど酸味が来るね。リンゴジュースで。あ、ねえ、お酢がダメ。ああ。あの前、あのワイヤー黒酢っていう番組で、罰ゲームで黒酢の原液を何回か飲まされて、それ以来お酢がもうダメになって、なんか胃がキュッてなるの。そのお酢の香りを嗅いだだけで、なんか二日酔いの日みたいな。いまいち。いや、なんか美味しい、美味しいけど不思議な感じ。酸味が強い。酸味強い。これに対してありかもしれない。普通の姫膳が美味しいですね。これやっぱ姫膳はグビグビいっちゃう気がする。飲みやすい。これは全然違う。でも甘口より、あ、でも甘口の方が好き。でラストは手の日の伝承作り純米のお酒です。名古屋のお酒です。どうしようもないじゃん、この顔。なんだこれ。そうです。どうしようもない。思ってからが本番のタッパーのチョコレートです。ちょっとこれ、いや、あの、わかりますよ。もう一つが変なことやってるから。そうです、大丈夫。4問目いただきます。落ちなければ。本当にもそういうゲームですよね。甘いんだ。だってもう私もなんか黒酢食べたいぐらいですよ。黒酢ひどいけど。面白い。なんかちょっと癖のある感じ。でもね、そういうふうなこと言った人みたいな。ドンとしていきたい。呼吸。呼吸的な。言ってたよ、みんなから。終わりです。終わりました。バイバイ。はい。